皆さんこんばんは。少しだけちょっと制作を伝えればいいなと思って日南駅前に喋らせてもらってます。なぜ立候補したのか、いろんな理由がいっぱいあるんですけれども、まず一つ、誰も若い方が挑戦しないということ。そしてこの選挙、特にでかい選挙、この知事選挙になりますと、もう勝負をする前からもう勝敗がほとんど分かっていると。でそして誰もが挑戦しない、その理由はいろんなお金が、いろんな理由があります。お金、そして組織、そして地盤などなど、いろんな理由がありまして、そして女性もなかなか出ない、出づらい、参加しづらい、手を挙げづらい。なのでね、今回前職と現知事の戦いでも、若い方の声ってすごい非常にあるんですけれども、誰もない。そしたら若い人の声が多いんだったら、投票率が低すぎてみんな諦めてるんだったら、自分が立候補するしかないと思って決意いたしました。そして本日で6日目となります。で非常に厳しい戦いとは分かってますけれども、宮崎の未来は若者が決める、そういうふうに掲げて出馬しております。そして一番大事なのは政策。まず一つ目に、18歳以下の医療費無償化、そして子ども習い事支援、そして給食費の無償化、その3つをメインに中心に訴えております。そして高齢の方がね、メインところには入れてないんですけれども、いろんな意見があります。若い方だけじゃダメじゃないと、確かにそれも民主主義であって、理にかなっているところもあります。だけど今の子育て世代、そしてお子さん、そして高齢の方々、老人の言葉あるけど、老人と言われている方々、そういう方を育てていくのはやはり若い方になります。こんばんは。なのでまずは若い方が中心となっていろんなことをやっていく。そしてまずは、そして3つは挙げてないんですけれども、賃金の底上げも大事でございます。そしてコロナ禍において今非常に経済も回ってない状況がします。特に中小企業でも、一番僕がいろんな声を聞きますと、やはり今までにいろんな行動制限や自粛が行われて苦しんだ方の声が僕には届きやすかったという、非常に若い世代の方ですね。なので僕は今の3つの点、結構実現するのはすぐには難しいと思います。そして医療費の無償化や、そして自治体によって違いますので、地域格差があるんじゃないかなと。なので僕は宮崎県全体で今言った3つをいずれは、近い将来には統一していきたいと。いいことはよく好きな言葉があります、先手必勝。他の自治体が、ありがとうございます、他の自治体がね、やって成功したら、じゃあ2番手3番手っていうのがよく見受けられますけれども、やはり宮崎県が一丸となって他の46都道府県、何もしてないけどどん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 やっていく、難しいとしてもやっていく。何かあると必ず財政、お金の問題が出てきます。子どもに対して、ね、赤字になるからやらないではなくて、今一番大事なのは人口減少問題だと思っております。高齢の方がどん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 増えて、子供が減る、そして将来的にはその今の子供たちがどん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 大人たちを支えていく。なのでまずは若い方が増えていかないといけない、動かないといけない。そのためにはまず子育てが一番だと思っております。先ほど言った3つが実現するとするならば、必ず人口は少しは増えるとは思っています、今よりも。そして所得制限なし、それが理想だと思っています。なのでこういう政策を聞きたいという方もいるかと思いますので、今日はちょっと日南でちょっと手短になるんですが、今話している途中ですが、本当に人口減少、そして宮崎には遊ぶ場所がないという声が非常に多いです。やはりお金の問題で、賃金の問題で、福岡や大阪や東京などなどに出て行って、向こうで家庭を持って宮崎に帰りたい、そういう声はありますけれども、やはり賃金の問題が非常に
不安で帰れない、そういう声が多かったです。僕もその一人のうちでございます。なのでこれからの宮崎は一番何が大事かというと、やはり人口減少の次にはやはり経済、そして自粛は絶対に反対、マスクも各自の個人の各自の判断でいいと思ってます。子どもたちにもマスクをさせるのは強制的にはダメだと。マスクをしてない人がいて嫌な気持ちになるんであれば付き合わなければいい、そういうふうに思っております。やはりね、県側もそういうアピールして発信をしていく、それが大事だと思っております。そして今の言った3つ非常に難しいと思いますけれども、今きついからこそ、そしてね、だから今にお金、子どもたちのためにもお金をどん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 使っていく、それが一番早いと思います。そして子ども習い事支援、やはり今の子どもたちもいろんな親の所得によって教育格差もあると思います。教育格差の是正、それもなくしていきたい。小さい子どもたちでも習い事最低限はさせるためにも習い事支援は必要だと思ってます。他の自治体でもやってるところはあります。1万円などなど、宮崎ではないですけれども、でも他の地域ができるんだったら宮崎でもできる可能性は全然にある。だから諦めるのも簡単ですけれども、自分には後ろ盾もしがらみもない。なのでどん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 若い人の声が必要だと思ってます。そして90万人、100万人はいませんけれども、宮崎の選挙に行ける方は、行ってる方は約30万人で、選挙に行かない方が60万人います。30万人の中には組織票や宗教絡みや近所の付き合いや頼まれた1票1票、そういうのが集まって30万票、そして残りの60万人は60万票、ほとんど若い方です。なので若い方は何で入れないのかっていろいろ聞くと、面倒くさい、ありがとうございます、面倒くさい、そして誰に入れても一緒、そして一番大事なのは組織票があるから入れても無駄だという声があります。だからこそ自分はこの場に出て出馬しております。もうやってみなきゃ分かんない、それが大事だと思ってます。 何事するにしても無理、そういう声が非常に多い。コロナ禍においていろんな夢を諦めた人が多いと思います。ミュージシャンになりたかった、ストリートミュージシャンから有名になりたかった、だけどコロナによっていろんな難しい、それで諦めた、そういう声が非常に多かったです。東京に出る夢全部ね諦めたりと。だから自分はもう行動制限は絶対に僕だったらなし、子供の行事も絶対に撤廃、そういうふうに思っております。なのでね、手短にはなるんですけれども、自分はこの政策を掲げております。若い方が高齢の方を支えていくのも若者だと思ってます。決して高齢の方に何もね邪魔だっていう言ってるつもりは全くありませんので、でもね、宮崎の未来は若者が決めると、本当にそこしかありません。60万人もし一致団結して、みんながみんな、あ、よかったらこちらどうぞ、こんばんは。もしね、その60万人の方々が一致団結したら、すごい非常に力を持ってます。よく考えてみると、ハロウィンなどみんな若い方は行きます。頭が痛い、風邪ひいた、でも絶対ハロウィンは行きます。でもそういう方たちは60万人、選挙に行かない60万人はすごい近い。でもみんながみんなもし行けば、すごい力になって、宮崎の県庁、県政、市政、絶対に無視することはできません。若い方や子育て世代に向けた政策、直結する政策をどんどん決めずに、いいと思ったことはすぐ臨機応変にやっていくのが今一番大事だと思っていますので、今後も気を引き締めて、他の2人にはね、負けるとこはいっぱいありますけど、一つだけ勝てるのは年齢が若いということと、行動力と、そして2人と違ういろんな失敗をしてきたっていうことかなと思います。やっぱ失敗をいっぱいね、あと家庭環境も自分がね一番多分違うと思います。ウィキペディアとか見たらね、もうね隠せないぐらい出ちゃってるので、やはり人の痛みを分かるっていうのが一番大事だと思います。人間味も大事だなと。なので本当にあと11日ぐらいですかね、よろしくお願いします。本当にね、グタグタになってしまいましたけれども、政策を言うのは簡単だと思ってます。
できなかった時の言い訳もうまいのが政治家だと思ってます。落としどころが。だから一番大事なのは本当に目の前のことを臨機応変に何でも聞けること、そして周りを2番手3番手を作って組織を作っていくこと、そこだと思ってます。なので本当によろしくお願いします。長々とありがとうございました。よろしくお願いします。